お、あれ、仮面マンまたレンタカー借りたの？ちマイカー、ついに買っちゃったもんね。中古だけど。うわー、すごい。前に御殿場行ったろ。あの時に運転しやすかったからこいつにしちゃいました。4000年生きてて初めてのマイカーです。中古です。頭金20万円で月2万の1年ローンです。うるせえよ。わっ、もうぬいぐるみなんか入れちゃって。あれあれ、このグローブで運転すんのかな。レベル高え。ねえ、バカにしてんのか。バカになんかしてませんよ。ムカつく。ね、絶対乗せねえからな。結構です。まあそうだよな。お前ここんとこスーパーのレジのバイト頑張ってたもんな。おばちゃんに指示されて、それで貯めた金で頭金払ったんだもんな。そらピッカピカにワックスかけるよな、中古でも。ね、何さっきから言ってんだよ。免許持ってねえくせに乗ろうぜ。はあ、なんだよお前、本当は羨ましいんだろ。別に羨ましいっていいよ。これ全然羨ましくない。あ、おお、ルサ。あ、タレリミ先輩、かっけー。どうしたんですか、この車。買ったんだよ、キャッシュで。さすが。乗るか。うん、乗る。開店前の人気ラーメン店、そこに並ぶ人々の中に潜む異形の輩。奴の名はグルゲゲ。世界征服を企む悪の組織フロシャイムの怪人である。ショベルカーを素手で破壊し、巨像も一発の毒液を吐く。この怪人の趣味はそうラーメン屋巡りである。帰宅途中、本屋での立ち読み、自宅アパートでのインターネット、そうして得た知識をもとに休日は電車を利用しラーメン屋をはしごする。それが彼の生きがいなのである。ちなみに去年夏の休暇に青春18切符を使い、自ら企画したラーメン東海道53次巡りを達成。その様子は異形として彼自身のブログ、麺吉のイケイケラーメン道、略してイケメンにて特集を組み、普段の食べ歩きの評価とともに公開している。開設からわずか1年足らずで15万ヒットの人気ブログなのだ。ちなみに麺吉とはグルゲゲのハンドルネームである。いや、面白かったね、タモさん。そうですね。帰ってからだとあれだし、お昼食べてこっか。そうですね。笑われてますよ、お二人。相当楽しかったんだな。で、何がいい？え、いや、何でもいいですけど。グルゲゲ君は？え、俺も何でもいいんですけど。なんかこの辺に美味しいラーメン屋さんがあるって聞きましたよ。へえ。トンなんとか。あ、そうそう、トンキって言ってましたよ。トンキ？知らないな。じゃあそこ行ってみようか。はい。やった、久々にお気に入りのトンキだ。なんかあんまり綺麗な店じゃありませんね。床がヌルヌルする。あ、でもこういう店の方が美味しいって言うし。分かってないな、戦闘員は。この店の主人は博多の有名店北ラーメンに修行に行ってんだぜ。知る人ぞ知る隠れた名店、本当は教えたくないんだぜ俺は。はい、お待ち。あ、来た来た。本気よりも濃厚なスープに驚くなかれ。もうダメ。俺も。油っぽいっすね。なんかスープが煮詰まってる感じがしません？お店の人に悪いから全部食べたいんだけど、なんていうのかな、こう若者向きだね、ここのは。あ、なんかすいません。あ、グルゲゲ君が責任感じることはないよ。君だって噂で聞いただけなんだから。あ、はい。あ、やめときなって、胃もたれしちゃうから。無理して食べることないよ。でも他人の味覚って本当当てになりませんよね。あ、結構有名なブログなんですけど、イケメンって知りません？知ってる知ってる。あそこで絶賛してるラーメンってことごとくまずいのね。ブサンコに三つ星つけてたよね、あそこチェーン店なのに。そうそう、あのブログネットですげえネタにされてんだぜ。ええー、そりゃそうだろ。
イケメンとかラーメン53次とかネーミングセンスがすげえしさ、評論家気取りの文章が意味不明でうぜえし。ほらほら君たち、会ったこともない人の悪口を言うのはよくないよ。ノーラジェグルゲゲさんもギブアップですね。そのよう、グルゲゲのブログイケメンは閉鎖された。何ノロノロしてんだよ、さっさと拾えよ。子供が転んだら怪我すんだろ。ほらどこにでかいそれなんだろうよって言ったな。てめえもいつまで伸びてりゃ気が済むんだよなあ。ったく言うことばっか偉くてこの野郎は。いつものワンパターンはやめて、たまには大技を駆使してくださいだ。お望み通りしてやっただろ。塀に向かって投げ捨てパワーボール。満足したか。あ、これで満足か。チック、そういうベクトルじゃなくて、ああもっと理由的なエンターテインメント性のある。てめえ技を駆使するとかベクトルがどうとか贅沢ばっか言いやがって。うわ、そんなの知った俺を追い込んだ。君らやっとるさまです。おい、本当に頭はもうまだ意識が朦朧としてるみたいなんで。うっせえ、シャレじゃ済まなくなるんで。俺が命狙われてんのはシャレで済むのかよ。っていうかてめえは破片拾ってる。ほら拾えよブロックをよ、てめえらさっさと。はいはい、拾っちゃおう。結構大きいな、キリがない。終わりました。ああ、おいもっとこっち来い。こっち、ちげえよ、話しづらいからだよ、遠くてよ。あ、はい。で今日はなんでバンプの野郎は来てねえんだ。やっぱりバンプ様が来てないからマジギレしてんだ。この前来なかった時は確か腹痛って言ってたよな。今日はなんだ、風邪か。気の利いた言い訳くらい考えたんだろうな。考えてねえのかよ。 あるプロレスラーの名言に、戦う前に負けた時の言い訳を考えるバカがどこにいるっていうのがあるんですが。アホか、考えてねえの。名は言うよ。国会議事堂へ行ってます。なんだ、国会議事堂って総理を襲う計画でも企ててんのか。え、あ、そうです、だから今日来られなかったんです、バンプ様。あ、出ろよ。あ、はい、貸せ。あ、サボデス君、私総理ちゃんまんじゅういくつ買ってく。あ、見てる。あれ切れちゃった。行きますよ。あ、はーい、お願いします。天体戦士サンレッド、これは神奈川県川崎市を舞台に繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。リモコン壊れたんすか。お前地デジになったら、お前テレビ買い替えだぜ。リモコンだけ買い替えたらバカでしょ。いらっしゃい。ねえ聞いた、純子好きな人ができたらしいよ。あの男が純子が好きになるなんて、よっぽどかっこいい人なんだろうな。でも随分年の差あるみたい。そうなんだ。結構大きい会社の偉い人なんだって。ダンディーなヒゲ生やしててね、ちょい悪って感じで、危険な雰囲気のいい男らしいよ。へえ、素敵な人なんだってさ。物知りでよく気がついてユーモアがあって。あ、そう。 あと片手がハサミなんだって。ハサミ？ハサミ、それは大変ね。ねえ、時が満ちました。今こそ立ち上がる時、地球侵略作戦を。おお、え、あ、じゃあ今日は闇
めときますか。